する。おー、何ですかこれは。面白い。801では、801ここで食べれますって。何を？豆腐。豆腐。じゃあ言っとくべきです。言っとくべきですかね、絵的に。うん。じゃあ豆乳プリン行きますか。俺湯葉がいいな。はい、いらっしゃい。こんにちは。じゃあ豆乳プリンを。不便。じゃあ俺はメイク。山下大納言でいいですか。俺湯葉豆腐がいいな。湯葉豆腐どこ、まあ、いいか。ありません、ね、じゃあ湯葉豆腐的なやつ。はい。あ、なんかいろんな大豆の種類があるんですね。どこからおよそです。わかんない、見た目わかんないね。全然わかんなくない。混ぜたら色がちょっとこれはあれですかね。これは小さめのポイント。宮城市千葉県産材料一緒。湯葉と美味しそう。お醤油今持ってきてます。こちらがメスです。はい、ありがとうございます。豆乳プリン黒蜜お醤油、まあ、どっかで見た醤油だこれメープルも中に入ってるらしいです。混ぜ込んである。混ぜ込んであるんで、いただきます。混ぜ込んであるのか。大豆の味がしっかりして。甘い、美味しい。次は最初の絶景を撮影しに、はい、本浦通りの撮影ポイントに行こう。茂原商店の先を左折してね、114m先。お、絶景があるんですか。絶景がある。あ、この道？この道だよ、この道。この道、この道、この道。でもなんか、この道。茂八商店じゃないですかね。モバラって思いましたもん。あ、なんかいい、なんか港町な感じですね。いいですね。なんかあの物道とかそういう、ね、行ったことないですけど。毎回そうだけど、こういう下りがあるってことは登るってことなんかね、帰りに。おう。どっかでもやったけどね。それそうですね。登りがあれば下りもある。結構長いね。そうですね。一番長い。までの中で。なんかさっき駅前の看板にありましたけど、あの城下町、桜、門前町、門下町、成田、あと、商人の町、佐原と港町、銚子という4つがなんかこう昔から有名だったらしいですね。ちょっとなんか曲がるみたいだけど、あ、なんかすごい、どうかな。おー、海。
最初の絶景通り過ぎて、通り過ぎている可能性。え、一個前道なんてあった？え？ああ。ここ？え？いや、なんかもう自分の位置がおかしいんだけど。ここ。で、今こう来たわけ。うんうん。道がないけどみたいな。こっちだよ。そっちですか。とりあえずね。細い道か。こっち。こっちですか。もう。ちょっと間違えた。ここ。この細い道を。無理だ。からジャンプして屋根に飛び移って。ああ、見た。あそこの上に登ると絶景だよ。どうぞ、あの塗り色の屋根どうぞ。海に向かって撮影しよう。ここですか。いやちょっとなかなか難しい難しい感じなんだけど、ここから来た OK だって。これで OK だし、おなんかちょっと狭いよね、その海が見えるところがまあでも開けてる、うわ海って感じですからね。戸川漁港が近くなんで行きましょう。お、漁港ですね。漁港へ。漁港だからこっちっすね。このここまで行った方がいいのかな。ここ一応チェックインできましたんで。お、大杉神社。ここは大杉神社。漁港沿いに太平洋の方に向かって歩いていこう。太平洋ってどっち？太平洋は地。お、他は港、海藻、崎山、次郎衛門、ちょっと調べましょう。あと登ってみますか。神社。次郎衛門は房総半島沖のイワシ漁で財を成した人。たびたび海難事故に遭い、高新村現在戸川村の、人たちに助けられたんだって。大杉神社になります。あ、ここで終わりですね。ここがゴールです。ここがゴールです。ゴールです。ゴールですか？ミッションコンプリートです。なんと、ハイタイムは16時46分。これでも駅に帰るまでが、まあ、一応戸川駅の時刻表が最後に貼ってありますからね。あ、ゴールですね。ゴールです。やった。ミッションコンプリート。ミッションコンプリート。ご褒美とかがあるに違いない。ここで駅まで行った方が良くない？そうですね。じゃあ一応ミッションコンプリートしたんで戸川駅まで戻りたいと思います。はい、はい、じゃあ最後の戸川駅に無事戻ってきましたので、いやこれで銚子電鉄コンプリートですね。全部は回ってないですけど、こことかね、そうしたら、そう、まだ行ったこともない。半分くらいだね、多分行ったの。半分くらい行って、うん、確かにホームページでも1日では回りきれませんって書いてあるんで、まあ、ぜひ余裕があれば1泊2日で全駅に、あ、全駅来なかったけど一応ミッションがありますんで、ミッションもね、クイズとかがあるんで全部載せられなかったんで、まあ、気になる人はぜひですね、銚子電鉄の、ミッションをコンプリートしてみてください。はい、じゃあ楽しかったですね。疲れましたけど。疲れましたね。足が結構歩くんで。足が痛い。はい、じゃあ銚子電鉄の旅はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またね。はい、またね。